ペテロン77についていたゲームを遊んでみました。ベイビー。磁気である犬を動かし、右へと移動させるゲーム。流れ玉に当たったり、障害物に触れるとゲームオーバー。最終地点にいる謎のキャラクターに触れられればステージクリア。シンプルなゲーム性ながらワンミス即終了となるため、緊張感はなかなかのものです。マンチャオ77。四角い磁気を操作して色付きの地面を全て黒に塗り替えていくゲーム。フィールド内を動き回る顔に当たるとミスしてしまうので、回避しながら地面を黒くしていきます。地面を全て塗りつぶすとクリアとなり、また新たなフィールドが現れます。クリアを重ねるにつれて難易度が上昇していくので、スリリングなプレイが楽しめます。アストロノーマー。光の線を操作し、星に光を当て続けてゲージを貯めていくゲーム。光を当てながら画面左下にあるゲージを最大まで貯めればクリアとなります。各ステージには制限時間が設けられていて、その制限時間内にゲージを最大まで貯めきれない場合はゲームオーバー。なお、雲に光を当ててしまうとゲージが減少するため、雲を避けながら星に光を当てる必要があります。ステージが進むと雲の数が増えたり、雲が大きくなるなど難易度が上がっていきます。ネクシオン 3D。 疑似 3D で空間を表現しているアクションゲーム。3つの画面で構成されていて、上段は自分の向いている方向表示、中段はメイン画面、下段は 2D マップ表示となっています。本作は何度かプレイしてみたものの、ゲームの目的、アクションの操作方法などはついに判明しませんでした。本作には敵のようなものが存在し、それがリアルタイムでマップ内を移動しています。敵に触れると画面下部のライフが減っていき、それがゼロになるとゲームオーバーです。いかがでしたでしょうか。このゲーム機、ペテロン77は、あたり2600の互換機です。本来はソフトがないと遊べませんが、たまたま内蔵ソフトが収録されていたため、今回、ご紹介しました。日本では馴染みの薄いハードですが、もしソフトをお持ちの方がいたら、ぜひレトロン77で遊んでみてください。今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。